ダンシュルムーズはフランスグランテスト地域圏、ムーズ圏のコミューン。ダンシュルムーズはベルダンからスダンへ向かう道の途中にある小さな町である。町の標高の低い部分はムーズ川と高地へ向かう丘とに挟まれている。丘は森林で覆われ、ムーズ川谷を見下ろしている。コミューンの名はこの城塞の丘から来ている。デュヌムとはケルト語に由来する名称で、 古代の城塞を意味している。丘の頂上では、城の廃墟と14世紀に建てられた教会を見ることができる。コミューンの北と西の境界となっているのは、ムーズ川である。11世紀、ウエロレーヌ港でアルデンル博でもあるゴドフロア3世は丘の上に城を建設した。この城は1402年にアプルモン領主により壁で囲まれた円形の 城塞として完成した。1592年、トゥレンヌ大元帥の秩父イ4校が城塞を攻略した。1642年、ルイ13世の命令で、城は解体された。1648年、王妃アンヌドートリッシュは町を大コンデに授けた。参照元1962年から1999年までは、複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。